ローレンス・ダレル。ローレンス・ダレルは、イギリスの小説家、詩人、劇作家及び気候作家。インドのジャランダル出身。代表作に、アレクサンドリア史重奏の長編小説4部作。弟はナチュラリストで著述家のジェラルド・ダレル。イギリス植民地のインドで生まれ、教育のために11歳でイングランドに送られた。15歳で詩を書き始めた。彼の最初の本。 パイド・パイパー・オブ・ラバーズは23歳の1935年に出版された。1935年1月22日の初婚を含め4度結婚した。はじめの2人の妻との間にそれぞれ娘を持った。1935年、妻、母、弟たちと共にギリシャのケルキラ島に移住。ダレルはその後、 英国政府の海外でのサービスで長年働いた。様々な場所での彼の暮らしが自殺した。残された手記から彼がサ作法と近親感を行っていたとされたが、ダレルの伝記を書いたヤン・エス・マクナイ文もゴードン・ボーカーも近親相関疑惑を嫌疑不十分としている。その根拠はサ作法の手記が精神的あるいは心理的な近親相関にしか触れておらず、 肉体的な近親相関に一切言及していないこと。また、サッフォーが抑圧された記憶により実際にはありもしない近親相関の記憶を呼び覚まされた可能性が高いことが挙げられる。ハット後に偽りの記憶症候群 FMS フォルスメモリーシンドロームとして世間の球団を浴びることになる。ありがとうございます。